週も始まりました。はい、はい、我らがルナカンパニー、ユニバースの会となっております。はい、よいしょ。1時間、お付き合いください。ルナ、ルナ、いけてる。イエーイ。できてね、いろいろなんか紹介ね、もう自分をアピール、めっちゃ来るから。そうだよ、そうですね、コメントめっちゃ多いですもんね。1週間で3、4人ぐらいから LINE してくれる俺。あ、そうなんですか。すごいね、それでもめっちゃ来るから、めっちゃアピールしちゃおう。そうで、2人ともめっちゃアピールしちゃおう。そう、もしかしたら1万円使ってくれるフォロワーの女の子見つかるかもしれないから、お願いします。そうでね、そろそろ自己紹介タイムいきますね。自己紹介タイム、じゃあいきますか。じゃあみんな分かんないと思うんで、自己紹介タイムの方を、はい、まずじゃあ、はい、俺した方がいいか。いや、俺とさ、なんかしなくてもよくない。みんな、いや、とりあえずわかる。さらぎー、最初奥とお願いします。さらぎー、せだけど、ミラクル、ミラクル、ミラクルを最近つけました。またミラクルだからつけました。はい、やばいよ、もう思った。やばいよね、俺思った。めっちゃふざけてるじゃないですか。お前がミラクルだったんだよ。ミラクル、セラですよ、しょい。お前、やばい、やばいって。めっちゃふざけてる。レイさんじゃん、これ。それでね、まあね、いつもおなじみのレオンです。よいしょ。こんばんは、レオンです。よいしょ。ちょっと古くない？からの、からの、からの、入った、入っただけなんですけど、みおくん、みおくん、みおくん、違う違う、みおさん好きなんですよ。弟じゃない、大丈夫。弟じゃない、弟じゃない、弟じゃないですね。弟かと思った、ちょっと。僕、一ノ瀬るきです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。るきくん、よいしょ。ビジュアル系です。ビジュアル系好きな子は。で、まあそんな感じで自己紹介終わったんですけど、出てないですね。あの、ちょっと今日お尻、お尻ペンペンコソンです。ペンペンコですよ。めっちゃふざけてバルキでしたよ。いや、自己紹介、はい、自己紹介しよう。まあ好きなタイと、好きなタイと、あと、タイ、タイ、好きな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 タイ、イ、タイ、うん、好きなタイね。タイ分かる。やばい、タイ分かる。好きなタイ、好きなタイと、あと、あと、初めてお母さんとセックスをした感想と、あとは、捨てる前提じゃん、もう。お母さんもやってるよね、完全に。名前が不良に喧嘩売った話して。それ聞きたいよ。いつも捨てるじゃん、いつも捨てるじゃん。逆に聞きたいよ。もうヤンキーみたいになってるよ。じゃあ、金銭層のヤンキー。じゃあ、まずね、名前、はい、名前と、あと、名前と好きなタイを言おう。好きなタイと、あと、アベレージでいくらぐらい僕は売り上げ上げれるかっていう。お、はい、お、それを言おう。そうですね。よし、はい。まあ、名前は、タカラです。好きなタイは、そうですね。まあ、胸ですね。胸？やばい、胸って、タイってさ、体に暗い、暗いって言うタイなんだけど、胸ってやばい。チ
文字胸はやばいよ、うん、正常位、騎乗位、バックらへん、はい、言って、まあ、そうですね、うん、まあ僕は、まあ、騎乗位がいいですね、やっぱり、まあ、胸はどっから出てきたの胸は何するの、タイじゃなくて、好きな女のさタイプでしょ、タイプタイプでしょ、胸が好きなのね、何カップがいいの、そうですね、まあまあ僕的には全然 B カップか E カップぐらいが、 B か E なの、そうです、 B か E なの、極端だね、 B か ABCD の A、 B か C、 結構ありますね、あ、 B だよ、まああるよ、だいぶ AI ありますもんね、そうなんだ、もしかして、もしかして M ですか、まあ結構 M ですね、ド M 何されたいの、何されたいの、決断の振られたい、そうですね、え、ド M なの、ケツの穴掘られたりとか、このコーナーめっちゃ怖くないですか、え、何、顔面を殴られたりとかやばいね、手打ちとか本当に、縛られて宙づりとか、レミーボンヤスキーと喧嘩してきてやばいね、それ女子にビンタ、女子にビンタどう、逆にされたことある、ビンタ、まあ、僕はされたことないですけど、まあ、顔はちょっとですね、で、されたいと思うの、されたいと思う、女子に、まあ、一度はされてる、グイ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 、よしこい、よしこい、グイグイ、よしこい、おい、乳首よいしょ、いいね、おっぱい、いや、もうでも、すごいよ、あの、つけてるものが、まあ、全身、おー、いいねいいねいいね、俺今殺されるかと思ったよ、殺されちゃうかと思ったよ、びっくりした、今なんかさ、今なんか、技使うかと思ったよ、マジですごい、ファンス、後ろに匂いがした、え、じゃ逆にさ、逆にルキはじゃタイがタイ、めっちゃ怖いっすよ、もうそれ怖いっすよ、好きなタイ、やっぱでも好きなタイは、僕バックが好きですね、一番バック、ちょっとね、かっこつけてない、なに、いや、かっこつけてない、バックってかっこつけてるんですか、バックかっこいいかなみたいな、いやいやいや、バックって言っとこうかな、違うんですよ、バックはでも一番よくない、なんかお尻とか結構いい感じ見える、お尻揉みながらがいいの、お尻別に揉まないんですけど、見えるのがいい、揉まないんだね、逆にお尻見ながらってこういうことだと思ったあー、違う、なんかあ、やっぱ、首でかいの、この、お前四つん這いってさっき言ってたじゃん、いや、だめだよ、さっき、やりなさい、そういうの、始まった途端、カッコつけないで、初めての忘れたんで、やめてくださいよ、もう初めての忘れたんで、ほんと初めてだからね、ほんとやめて悪い先輩じゃないよね、怖いっす、怖いっすよ、もう怖いっす、働きなさいよ、めちゃくちゃフレンドリー、そうだよ、うん、これはもう、ね、俺、あの、レオンのこと、いい先輩だと思うでしょ、そうですね、まあ、全然いい先輩だと思う、一番嫌だなと思う先輩は、いや、まあ、それは一番やばいですよ、多分放送事故とか言ってみよう、言ってみよう、一応放送事故、一番嫌だな、嫌いな先輩は、いやもういない、一番なんか、あ、これちょっとだるいなこの先輩みたいな、イラッとした、イラッと度が一番多かった先輩、嫌いじゃないけど、イラッとすることが多かった先輩、あ、じゃあ、1位、俺2番目に言うよ、誰か、絶対、じゃあ最初言う前に、じゃあこのコメントのみんなにちょっと誰か当ててもらおう、誰だと思いますか、この二人は誰が一番あの先輩でイラッと、先輩ですか、先輩もう1位と2位おるやんけ、もうこのここ1位か2位か、1位か2位かどっちからでしょ、そういうことね、そうだよね、でも正解でいいんじゃないですか、もうこれ正解でいいんじゃないですか、いいんじゃない、今これやばいよ、違います、そんなんじゃないです、ごめんなさい、すいませんでした、ということで、まあこの話はやめよう、自己紹介、まあなんでじゃあ発生んで、これやばい、とりあえず今自己紹介のまあ枠っつうか自己紹介のあれだから、コーナーだから、まあ自己紹介ってことで、なんでルナカンパニーに入ったのかっていうあれを聞きたい、そうですね、聞きたいですね、話したこと、あんまね、そういうこと、そうです、話そういう話しないですね、なんでなんで、僕からいいですか、うん、で僕 V 系がやっぱ好きなんで、 V ホス系はやっぱ探したんですよ、うん、バーって見てて、でホッソースにね、なんかミオさんがいたんですよ、うん、でミオさんがもう超かっこよすぎて、あ、もうこの店にしようと思いました、僕は、うん、ミオさんね、ああいう系やっぱ好きなんで、まあそこで、まあなんかあの内勤さんに連絡しないで俺のところに連絡来たわけです、そうですね、ここに連絡行きました、ここに連絡来たわけです、レオンのことバカにしてて、いや、ただ、でも内勤さんかと思われた、いやどういうお店、どういうお店やっぱ入ってみて思ったのが、いやでも結構みんなフレンドに話しかけてくれて、先輩とかね、そんな上下関係とかなくなんかいい感じ、みんななんか優しく接してくれてたら、たまにこういうお前も V ホスなのか、いじりもあるんですけど、やっぱでも楽しいなっていう感じ、お前も V ホスだからちょっと V ホスか、
この店 V ホス系増えたっすね。いや、ここ V ホスなんじゃないですか、一応 V ホスっていう、なんか手にしてるだけなんですよ。表情そうそう、うん、あ、ちょっと騙されたんですね、じゃあ僕は。そうそうそう結構騙されて入会しちゃったタイプ。ああ、そうそう、あんまし V 系いないから。あんま V 系じゃない。ミオさん個人のさ、V 系のイメージが強いから。そうだ、そうだ、絶対 V ホスだと思われてたんだよね。そうだ、そうだから初回も V ホス多い子しか来ないもんね。 V ホス好きな人、ね、女の子ちゃんね、そういう子多い。騙されちゃったテヘペロだって可愛い。顔文字、顔文字可愛い。顔文字可愛い。実際はめっちゃ V 系そんな多くないんですかね。実際働いてみて楽しいって聞くけど、つまんないでここで言ったらどうなんだろうね。確かにそう思うね。素直すぎてちょっと答えちゃいましたみたいな。確かにそれは。あ、全然楽しくないみたいな言ってた。どうなんだろうね。逆に言ったら誰か言ってくれないなと思うんですけど。店戻ったらどうなんだろうね。ほんとそうね。え、じゃあ宝は？宝は、まあ僕、まあそうですね。いくらぐらい売れると思った？最初ですか？うん、最初30万ぐらいかな。うわ、余裕で売れちゃうから30万みたいな。ちっこけだなみたいな。30万は余裕だなみたいな。まあ、なんでこの店に入店したのかっていうと、まあ、最初ギャルでやってて、ちょっとレイさんから、まあ、連絡が来て、うん、まあ、一緒に働きませんかみたいな。まあ、とりあえずそれで体験入店行ってみて、うん、まあ、この店結構ギャル系の人多いし働きやすいかなと思って、まあ、この店に入店しました。行きましょう。小学校の作文みたいです。VK 枠なんですか？ビジュアル系、まあビジュアル系すごいもんね、つけてる。今日の、今日のじゃあ、たからくんのあのコーデ、はい、見てください。よいしょ、よいしょ、コーデ、はい、たからくんコーデ、よいしょ、よいしょ。え、どう言えばいい？うまい感じです。うまい感じ、うまい感じ、ね、今日のおしゃれ、おしゃれコーディネーターポイントないですね。まあ、とりあえず、まあ、これですこれこれですね。あ、それ、まあ、どこがいいのかってちゃんと言われる。これがいい、こういうのが、まあ、可愛くてみたいな。ここがあのポイントでみたいな。で、アクセサリー全部クロムハーツでみたいな。全然かけてよ。いや、もうコメントやばいっすよ。もうコメントやばい、コメントやばい、コメントやばい。コメント一回止めた方がいいんじゃないですか。アクセサリーとか全部合わせて、まあ、1000万ぐらいかなみたいな。はい、まあ、この、まあ、このかっこいいジャケットとか全身総額何万円、はい、飛ばされ今、羽飛ばされ今、羽飛ばされ今。ジュリブラ？ジュリブラなのこれ？これはバイスフェアリー？バイスフェアリー、バイスフェアリー。これは何これ？これロスト、ロスト、ロスト、ロスト。ジュリブラック、懐かしいね。109で買って買う、109とかいかないよね。109いかない。あ、実はこの、ね、このジャケット、うん、食いついてくるよね。決めてきたね。長いですね。決めてくるね、食いついて。多分109について多分熱く語りたいんですよ。好きなんですよ、109。109って歌作ってみてよ。109の歌作ってみて。いや、わからないです。いや、やっぱさ、その、どの男で洋服とかアクセサリーにお金かける人はどう思う？あ、それ気になりますよ。うん、そ、洋服かアクセサリーか、みたいな。なんか島村でも全然いいのかな。いいって子はいいって言うよね。そういうもんなんですかね。じゃ逆に俺とか瀬名くん島村来てたらどう思うかね。でも似合いそうですよね。なんでもなんで。でもポスト上がったらもうユニクロでしか服買わないですもん俺。自由。うん、自由。実際自由結構いいっすから、ね。うん、楽。セットアップしか着ない気がする。ちょっとポロシャツしか着ない気がする。でもユニクロはローマンズ全部売ろう。ローマンズ。ポスト上がったら。ポスト上がったら。チリンチリしなくなる。クロムハーツとローマンズ全部売ります。コメントの266番やばいね。やばいね。やばいぞ。やばいっすね。やばいっすね。これ兄弟だわ。ここでいいか。誰がコメントしてるか分かったらやばいよ。いやいや、どこでコメントしてるんですか。どこでコメントしてる。携帯のアプリかな。パソコンとか携帯とかで。誰が見てるんですかこれ。お客さんとかですか。全国お客さんも見てるし。でちょっとあれしてます、恒例の宝あのドアップします。いいね。アップ。それいいね。あっちゃめたけどよく俺やられてる。いいね。じゃあのレオン君ドアップで。なんで俺なんだ。結局俺なんだ。結局俺なんだ。かっこいいからいいじゃん。かっこいいから結局俺なんだ。怖いね。本当本当怖いね。じゃあ次はじゃあさ一人ずつアップしていこう。いやきついっすね。とりあえずアップしていこう。アップやばいっすね。いいじゃんそれ。
かっこいいかっこいいっすね。かっこいいかっこいいっすね。なんでこんなに目笑ってないぞ。やばいよそれ。目笑ってないぞとか睨むよ。かっこいいかっこいい。眉毛の剃り残しない？ないない大丈夫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 。あの、ちゃんとあれしてる。ちゃんとスラルしてるから剃ってるから。セナとだから今日お前俺のこと好きっしょ。好きです。俺の次ルキくん。え、もう次ルキくん。怖い怖い怖い。あの、8時までこの状態でいい？いや、それやばくない？なんで俺のことあったの？8時までからのルキくんで、タカラくんで、またレオンみたいな戻る感じ。じゃあ次、ルキこれ、こうやって、あの、で、あの、初回、あの、来てくださいみたいな言って、はい、初回来てください。よいしょ。はい、次、タカラくんお願いします。まあ、全然初回来てくれると嬉しいんで、カッコつけて、はい、カッコつけて、ガンペリを入れる時のお前、はい。ウィッシュ。カメラ、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 カメラ。はい、で、ベロ出して、ベロ、ベーって。以上で。はい、次、セナ君、次、セナ君。俺、じゃあ、次、セナ君。たまには行くでしょ。たまには行くでしょ。顔がやばいです。かっこいいですね、やっぱ。かっこいい。黒くて、ちょっとね、黒いかもしれない。この状態保つのは、ちょっとやばいよ。研究に失敗した。よし、オッケー。ってことで、はい、そうだね、まあ本当に背中だから本当に似てるってのはもう分かったから、本当に。もう分かったよ、もう俺、もう似てるから。似てる。似てる。あ、でもいいっすね。ここで二人似てるんだから。だから横からさ、言ってくるもんさっき、なんか、だから僕、背中さんと宝くん似てるらしいですよって、ずっと見ようとに俺に言ってくるのさっきから。多分、でも宝は多分すごい嬉しいんだよ。本当に。似てるって言ってますね。似てるって言ってますね。嬉しいんだよ、嬉しいですもんね。背中さん大好きです。やばいね、本当に。やばいやばい。絶対俺も言うんだよ。告白が聞こえちゃった今。耳元で愛の告白。今日俺指名しろ。今日俺指名しろ。多分ドンペリおられるだろ。そうね。じゃあ今日は今日今営業中に、そう、戻ったら、そう、営業時間がちょっとでも短くなろうと思って俺らは出てますね。そうですね。ちょっとでも短くなれば嬉しいかなと思って。あとLINE してくれたら嬉しいかなと思ってね。もうね、お客さん一気に切れまくれちゃったもん、俺らも全員。そうですね。今一番お客さんいるこの子。そう、多分一番お客さんいる。今4人の中で一番売り上げある子。ここやばいですね。この人やばいです。いやー。ってことで、まあそうですね。先週かな？先週合同イベントかな？そうですね。先週クラブステラっていうね、お店と、ステラさんと合同売り上げバトルをやって、なんと、だからくんが、だからくんがね、なぜか、パラディを10発入れてくれて勝ちました。イエーイ、よいしょ！ありがとう！合同売上バトルね、すごかったよね、結構ね。すごかった、終始満卓だよね、ここね。本当に、うん、ずっと満卓だった。ずっとそうですね。ずっと、わーって待ち回ったぐらい、結構混んでて、まあそれで、まあそんな中ね、幹部陣と、あと、タカラが頑張ってくれて。そう、タカラくんが。ありがとうございます。俺の代わりに頑張ってくれたんだね。そう。実験で失敗したの、タカラ。タカラくんは、ヘアメダをケチってヘアメしました。はい、ということで、実験失敗したんだよ。それ大好きだ。それ大好きだ。言ってやれよ、このコメントしてる人に。言ってやれよ。こんな書かれてんだぞ、お前。言って男なら言ってやれよ。はい。よ。全然実験で失敗したわけじゃないんで。言ってやれよ、ほんと。なんで部屋飯しないかを。自分でしょ、自分でセットしてるでしょ。なんで自分でセットしてるかと、なんで部屋飯行かないのかっていう理由を言って。はい。よ。まあ、徹底解明。もっと声でかく張ろう。はい。男なら。言っちゃう。まあ、そうですね。なんで部屋飯しないかっていうと、うん、まあ一番はやっぱお金がかかるっていう。うん、そうだね、それあるね。まあ、やっぱり部屋飯代高いもんね。1300円でした。1300円ぐらい、1600円。指名1600円だよね。1300円フリーで、従業員からは全然部屋飯した方がいいって言われるんですけど、まあ全然、まあ、自分でセットした方がそっちの方がいいのかなと思ってまして、うん、まあ一番の理由それですね。普通だよね。部屋目代でもかかるとしても月に2-3万でしょ。そうだね、1600かける20ちょいだからね。まあ言ってっすよね。言うて、まあ、だから自分で4万くらいかな。まあ一番、まあお金かけたくない。お金をかけたくないと。そうです。
かに自分が安く済ませてお金を手に入るかと、まあ、ことで OK でしょうか。部屋したらやっぱそれはもうレオンもね同じ意見だもんね。どうしたどうしたどうした、やばい、こんな前にバッテリーセットする、どうしたどうした、何時間かかんだよみたいな。本当にあの多分一番時間かかってるけど大丈夫、早めに。ミヤさんとか遅いよね、やっぱ。そうだね、あのルキの方が長いか。でも長い、ね、結構長めですね。本当に早めの人かわいそう。え、何分かかる、え、逆に背中何分かかるかもしれない。俺10分15分15分ぐらいですもんね。レオン、今月は瀬名に勝てそうって書かれてる。いや、負けそうっすね。負けそうっす。俺、負けそう、本当に。来月バースデーだけど、売り上げ100万ぐらいにしかなんだそうだから、今ね、現金で300万持ってる子募集中です。今、現金であの2000万ぐらい持ってる子募集中です。それは、多分、誰も若者にしてるみんな、みんなそれ。現金で1000万持ってたら、何も入れなくて1000万僕にください。で、平均時間、平均時間何分？平均時間、ルキ何分？僕は今、たぶん30分ぐらいですね。だから何分？僕、まあ10分ですね、セットは。10分でこれじゃん。俺もほぼ10分でこれなの。クオリティの差、クオリティの差。間違いない。ということで、まあ、ヒャメの話ずれちゃったね。合同バトル、どうだったレオ。合同バトルですか、うん、大変でした、ね、またやりたい。はい、またやりたい。いや、もういいっすわ。で、合同ね、逆にやりたいっすか、スナックンは。うん、やりたいっすか。俺は、もうやりたくないからでしょ。プレッシャーに弱いんだよ、ほんとに。ここ2人プレッシャーに弱いから、ほんとになんか、プレッシャーに弱い。そう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 、そうだよね、なんか運動会でこけちゃうやつ。今運動会さ、こけちゃうやつ俺ら。そうだね、ぶっつけ本番タイプだな。でもでもいい刺激にはなったっすよね。メイク時間一番長いの誰なんだろうね。メイク時間何分ですか。メイク時間15分、20分とか。何分？5分ですよね。5分。あ、メイクしてるんやん。そうそうそう、だってメン、メン、メン、え、あ、そうなんですか。今日メイクしてないですよ。メイやってるっすよ。結構でも俺すごいハイテープですよね。ハイテープだけ。レオンは、レオンが一番長そう。え、俺そんな長くないっすよ。マジで。俺だって部屋目中にやってるんで7分ぐらいで落ちちゃう。ごめんなさい、コメントのこの433番のビックリマークの ID のところまで来てる。やばいよ、ほんとに。いらないね。ビックリマンじゃん、ほんとに。いや、あの、さっきメイク7分ぐらい、え、何分ぐらいメイク。いや、僕10分しないぐらいじゃないですか。10分しないっすね。あ、俺とあんま変わんないね、じゃあ。もう10分しないから。そうね、10分ってすごいね。レオン短くなった、やっぱり。何ですか。化粧時間化粧時間、化粧は俺は薄くしたんで結構、うん、全然なんかもうメザイクにレオン時間かかりそうだよね。メザイクしてないっすね。あ、してない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 、ごめんごめん。メザイクしてないっすね。俺はね、スタジオをめっちゃ綺麗にやるタイプなんで。あ、みんな適当にこうやるけど、俺めっちゃこう綺麗にこう、あの、だからアイシャドウとかしてるわけじゃないんだけど、あの、こう綺麗に肌をね、スベスベ、めっちゃ綺麗で俺。ファンデーション4つぐらい塗ったの。ファンデーションで3だね。3個。BB クリームと、あとあれか、コンシーラー、ファンデーション、パウダー。パウダーでしょ、うん、4つぐらい。右の人をねっぽいって、右の人って俺のこと、それは。それは右って俺なの。そう。どっちどっち、俺男らしいだろ。こっちから見て右の人なのか、向こうから見てるのか分かんないですよね。男らしく なりたくてさ、ジムの契約行ったんだから。おねっぽいらしいっすよ。ミラクルカズマサみたいな。やばいっすよね。ミラクルカズマサ。おねえじゃないわ。ミラクルおねえ。ミラクルカズマサもやばいっすよ。やばいね。今日俺結構来てるね。今日やばいけど、ディスられる。来る日かもしんない。あの、一回ディスられると一日ディスられちゃうから、ね。長いよね。ってことで、まあそんなに重ねてるのはそんなに結構重ねてるよ。あの美意識、美意識。ディスキまあ、肌綺麗にね、肌綺麗に見せればいいことある。デイカ鍛えられてたね。俺の方が鍛えてるよ。じゃあ筋肉見せちゃおう。行きます。おー、でもすごいですね。アップだよ、お願いします。アッパーやばい、アッパーやばい。アッパーやばい、アッパーやばい。ってことで、高
宝くん喋ろう。もう宝くんがもう一人でやりたいって言ってるから。いやそんなことない、ずっと無言で携帯してていい。それはやばいよ俺。とりあえずCM どうぞ。質問か。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。どうした落ち着け。どうした。いやもうなんか映るのが。これをかけて。これをかけて。あ、いいじゃん。いいよ、かっこいい。これかけたらでも恥ずかしさ減ったでしょ。ってことで、なんで逃げたの。不動不審なんだよね。不動不審。逃げたの。あ、ルキ君、さっきも来てたな、そういえば。ルキ君の好きなバンド教えてよ。バンドですか、うん、はい、ビズキ基本的に好きなんですけど、やっぱコテコテ系が好きなんで。コテコテってどういう。アベルカイン、なんかすごいなんか暗い感じのなんかとか。あー、宝だけいい。アベルカインとか、なんかデザートとか好きですね。あとガゼットとかも好きですね。全然何でも好きですもん。レオンも好き。レオンさんも好き。俺はレオンサバとか好きだよね。これ国歌斉唱っすね。ラッソンで君が歌った人いたよね。あのそれ俺から始まったっすね。あ、そう、声優とかあと声優とかだもんね。そう、俺から始まった、そういうのなんか。そう国歌斉唱。なんかわかんないけど、なんかラッソンで君が歌ったらなんかすごい流行ったってことで、ね、宴、そういえば宴ね、あったよね。宴みんな知ってる？ホストの格闘。宴はみんな知んないのかな。宴っていうね、あのホストの格闘技っていうあの戦いがあってね、あの結構レベルが違う人たちが出てきてね、で、あのうちの店からね、あの2人出て銀時っていう人と、あとレオンが出た。俺じゃないよ。あ、違う。銀時俺じゃないよ。銀時と、あとレイカ、黒姫レイカが出て、で、前回3人で出たんだけど、3人ともね、速攻、KO 負けしちゃってね、なんとね、今回2人出て、なんと、はい、なんと、KO じゃなくて、判定負けまで行きましたよ。よいしょちょっと、次はもしかしたら次もしかしたら、もう全敗、5敗なんで、俺、レオンが出るって言ったら、俺も絶対出る。俺出たらやばいね。絶対俺出る。もう、レオンが出るって言ったら、絶対出る。絶対出ないじゃん、どなたがルナさんですか。ルナさんは、はい、なんだっけ、今伊勢丹でご飯食べてるって言ってました。お食事ですか。ツイッター情報によると自分お食事中ですか。多分お食事中ですね、ルナさんは。え、ほんガチ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 だよ、ガチ。ルナさん、伊勢丹でガチで伊勢丹で、ディナーナウみたいなで、今日の俺シャレオツみたいな感じでツイートしてた。やば、本当見てみ、本当にツイッターみんなフォローして。あ、俺のツイッターもフォローしてほしい。あれで、なんだっけ、結構出てくる、ユニバー、みなずきルナって検索したら、そっから全員バーってルナカンパニー、うん、いや俺宴出るはずだったの、だからエントリーしたんだよ俺。本当だ。うん、エントリーしたけど、結構ね、有名な人たちが集まって、で、めっちゃエントリーが増えちゃって、そう
え、俺出ようとしましたよ。あの3人出ようとしたの。でもチケットが1店舗、あの1人出るにつき5枚買わなくちゃいけなくて、 5枚10枚15枚買わなくちゃいけなくて、15万払わないといけないなって。そう、儲けてますね。儲けてます、竹さん儲けてますね。そう、でもみんなフォローしてください。フォローさせてですよね。ルナさんは変わらずにぽっちゃりしてますよ。かわいい社長。かわいい社長。そうですね。俺と目、ね、合わせてちょっとドキドキしたけど。近いそうだね、なんか。なんかさ、見つめ合うみたいな。見つめ合うって感じ。俺たち一回見つめ合って、一回見つめ合って。本当にだからちゃん一回見つめ合って。本当にお前ゲイでしょ、絶対。絶対ゲイでしょ。ルキやばいから。いや言わないでください、言わないでください。ルキにチューしてみて。いや待ってください、待ってください、待ってください。チューってチューってチューってやって、チューって言って、チューって言って、これ組んでギューって言って、無理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 、いきなり助けてください。レオンさん、レオンさん助けてください。でギューって言って、レオンさん助けてください。ギューって言って、俺ください。でギューって言って、ギューってギューって、今日のチューなんかんばりっていうか、なんかあの結構ヤバい人多いよね。ヤバい人多いですね、だいぶヤバい人多いですね。ヤバい人多いから楽しいよ。ヤバい人おもろいっすね。なんだか興奮してきた。こんな感じの、こんな感じの接客じゃないからね。今聞きました、今なんだか興奮。結構ゾッとすんだよ。いや、スルーしたけど。ナンバー580、ナンバー580、ナンバー、ナンバー、ナンバー、かっこいいや、かっこいい。ハハ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 出て、トーナメントで出て、でトーナメントの相手が来てなくて不戦勝で上がって決勝戦になっちゃって、初めて宴で出るのが決勝戦 で相手めっちゃもう強そうみたいな感じで、で、始まってね10秒ぐらいで口と鼻から血をブヤって吹いて、それでも判定負けにも判定まで行ったからすごいなと思って。すごいね、うん、終わってから結構鼻曲がってたもん。やばいよ。すごかった、鼻めっちゃバーって。そう、すごい。お前出れば見に行くよ。はい、僕も払ってみに行くよ。お前出てれば絶対見に行きます、ね、見に行くよ。出ちゃおう、お前、お前、チューしろ、相手の。はい、チューしろ、相手の。はい、チューしろ、デリーに行こう、チューって。こっからこうやってチューって。これやばくない、デリーゴチューは。青いね、もういいな、決定でいいんじゃないですか。歌に出てよ、歌に出て、始まっ、ベリーファイトって始まるから、ファイトした途端にアナ雪のレッドイットゴーを熱唱して、そしたら店の宣伝になる。じゃあ一回ちょっとユニバースって店だ、これは。一回ちょっと今の予行練習してみよう。予行練習、さあ、2、1、はい、わかりません。それついてやってなかったね。やばいですね。じゃやってなかったね。無茶振り、無茶振りね、耐えないと。無茶振りだったね。俺もよくあれだと思った、本当に。レディーゴーって始まるかと思った、本当に。そう。で、もう一回。もう一回。3、2、1。レディーゴー。てか、あれだな、あれだけどさ。レディーゴー、ありのー。レディーゴー、ありのー。ママのー。ママのー。どうするんですか、これもう気持ちを。それさ、もうやめよう、収集つかないから、ね、着地点ないです、なんか空気が重くなるから、喋ると着地点がないよ。笑ってあげて、みんな。いや、いじってないよ、これは。
フジップこれあの経験あの自衛隊の人もさ走るじゃんそれと一緒自衛隊の人もあのタイヤ引いたりしていろいろ走るじゃんそれもホストと一緒であのこういういじりがねやっぱそう同じそうじゃあ俺らタイヤってことっすか俺らタイヤってことっすか同じあ、僕書いてくれてる。書いてくれた。ありのままの姿見せるのよっていうのを第4秒で歌ってみて。はい。3、2、1。レディーゴーファイ。違うよ。ありのままの姿見せるのよ。はい。3、2、1。ありのままの姿見せるのよ。イェイイェイ。ペロペロつって。イェイイェイ。ペロペロ。いいねいいよいいね。まあそんな感じでこんな毎日楽しくねもう和気あいあいしてるよねほんとにめっちゃ和気あいあいしてもうなんか結構経ったね3、4、5、6でもさ2人ともこんな結構さまあ入ってからちょっと経つじゃんでもそろそろ1月だもん1月ぐらい経つじゃん、まあ、僕でじゃあさちょっとさ次聞こうと思うんだけどさ、はい、あのこんな初回はやる気が起きるって初回はどういう感じ、うんこんな初回やる気あけ、うん、あーいるね初回でもね初回でさちょっとやる気出るってあるじゃん、うん、あまりますねあるあるこいつと喋ってるこれはちょっとこっちちょっとやる気起きないわーみたいな今日起きないわーみたいな感じのあるじゃんえちょっとどういう初回が来たらやる気出る、はい、でもどうやってテンション高くてない結構いい感じでもうバーって盛り上がってくれる人とかだと結構テンション上がって僕も一気にバーっていけますね全然おーどういうなんかでもなんか今日ですなんか私が作ってあげるよっつって今日でバーって入れる初回本当に殴りたくない。なりますね。なります。もう本当にやばいです。そういうことで、ね、そういうことやる初回に限って飲み直ししたの見たことないもん。そうっすね。そうっすよね。そうっすね。リピートでもう一回来た人見たことないです。なんか最初あの入った頃はさ、はい、なんか初回めっちゃ頑張ろうと思ってさ。今日月、あれじゃ飲みます飲みますって本当にあの送りとか冗談欲しかったから飲みます飲みますってさめっちゃ頑張ろうと思って初回でさ今日月とか別に飲むけどさ、うん大体あの頑張っても頑張っても見直しもしないしリピートもしないし送りにもしないしドライもしないしさそういう感じだよねもう絶対やめた、うん、普通に俺とレオンいいもんねそういうのやってないそういうのやってないどうしたどうしたどうしたそうだそうだそうだどうしためっちゃいいよね俺普通に言っちゃうよ精神疾患みたいなやばいっすねそこまでは言わないめっちゃ言う精神疾患そこまでこの前レオンが初回ついてるけど後ろでめっちゃ笑わすもんねそうやって最近すげえ後ろからなんかあの違うなんかうざい初回からやっぱねこっちもうざい対応取らなくなっちゃうからやっぱ笑っちゃうんだよねなんかホストでしょとかさそういうやつって言ってくるよねなんかホストでしょ仕事してみたいな言ってくるよねあお前初回だろってあっいけるよねめっちゃレオンえ、タカラはこんな初回はいる気が起きるってまあそうですね。まあ明るい子ですね。明るい子。まあ全然喋ってくれない子とか、まあ、席座ってるけど。それは辛い。まあ全然辛いですね。でもね、俺とかでもそう喋ってくれなかったり、めっちゃもううわみたいな痛いなこいつと思ったら、だいたいそういう時俺腹も上段させる。大変だよ。話しようみたいな。あこれこのこのね、こんな調子ないです。腹も上段。あ、お願いします。腹も上段です。じゃあ俺抜けるわ、ごめんうざいじゃん、マジで俺腹が荒れちゃうから、今やるストレス腹が荒れちゃうから、今喋ってなんかもう、生贄みたいな生贄みたいな普通にやるよ、俺みたいなってんじゃんチェンジできんだけど、うちの店するみたいなじゃあ、煎じでーす初回でカロリーしか飲まない、いいね、たまんないな初回でカロリーしか飲まないの最高だよね最高、本当にそれでカロリーをグイグイって言ってきたらそれは飲む俺も飲む全然飲む、うんうん、そうなんかね今日月はわけわかんないよね今日月はわけわかんない初回でカロリーはちょっとテンション上がるねそうテンション上がると思ってる初回でカロリー頼んでる女の子は初回でドンペリはいかついいかつい、うん、いかついマジでただの見えっぱりじゃん初回でなんでドンペリ飲みたいのみたいな何を言うの何を言うんだろう俺は何を俺は言えばいいんだろうそれは宝髪型やばくないやばいよドンペリってドンペリよりもでも俺あのアスティが好きかもしれないアスティまあ飲みやすいですよね下が安いあの髪型やばいって
入ってくるね。今左から上に来ますね。どっちだろう引っ込むか突っ込むかどっち。いやちょっとコメント来たんで。お前を一人で喋らせるとどうせ引っ込むからさ、俺らで喋ったらなんか突っ込んできた。聞いただけで。本当波乗りって感じだね。今カロリー話してたのにいきなり入ってた。波に乗る系男子だね。髪型やばくねっていう。あいいね、仕切るね。グイ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 おい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 、携帯出たら本当に多分俺携帯投げちゃうと思う。受け入れすんだから、ほら、考えちゃう。だから髪型ホームレスって言ったら、ほら、言ってたれ。ほら、言っちまえ。ほら、だから髪型ホームレスって言われてんだよ。はい、言っちゃえ。これに関して、はい。今日は髪型の話ばっかじゃん、マジで。グーやって、グーホームレスやばいって。下に向けて。ホームレスじゃねえんだよ。おい、かっこいい、いいね、ほら。ちょっとでもさ、それさ言われてるぞ。あれじゃん、髪型結構言われてんじゃん。逆にさ、このさ、ま、なんていうの、この中で誰が一番髪型がいいんだろうね、女の子だったら。いいね、それ。うん、ちょっとこれさ、みんなこう、まっすぐ座ってこう、まっすぐ正面向こう。この中で、それは、久々に、なんだっけ、なんつんだっけ、あれ、なんか、あれ、投票みたいなのできます、投票。あ、そんなのあるんですか、投票。じゃあ、もし女の子で、顔じゃなくてね、顔はダメ、なし。え、もう一回、ちょっとさ、一回さ、ちょっとさ、アップしてってさ、髪型見せてってやった方がいいんじゃないか。あ、いいね、それ。はい。で、それでさ、コメント投票してもらって、みたいな。いいね。投票してもらったらよくない？多分、タカラだな。俺もタカラだな。俺が、見てる子だったらタカラに投票する。あ、じゃあ、セナ君からでいいですか。はい。はい、エントリーナンバーワン、ミラクルセナ。よいしょ。よいしょ。髪型はこんな感じです。かっこいいですね、やっぱ。かっこいいわ。かっこいいですね。エントリーナンバー2。いいね。だから。だから。はい、はい、今日、かっこいい、かっこいいわ、先輩。オーラがありますもんね。オーラあるね。はい。エントリーナンバー3。ルキ君。よいしょ。いいね。いいね。髪型こんな感じです。イエイって言って。イエイって言って。イエイ。いいね、次、レオンちゃん。雑だね、俺だけなんか。レオンちゃん、レオンちゃん、イエイ、テヘペロ、プロプロ、ウィーイ、かわいいっすね、かわいいっすね。いいね、ノーズシャドウ濃かった。それ、濃くなくない？鼻の形綺麗、そんな濃かったんだね。鼻の形綺麗、めっちゃ。ってことで、投票してください、誰の髪型がいいか。はい、いいの。髪型めっちゃ戦うって。もう一回見せたいの。もう一回見せたい、もう一回見せたい、もう一回見せたい、もう一回見せたい。アピールポイントは？はい、決めゼリフ。決めゼリフ言っちゃおう。はい、決めゼリフ。ラーメンつけ麺僕イケメン。よいしょ、よいしょ。ってことで、誰がいいですか。誰がいいかですか。投票みたいな感じで。でも1票で入ったらもう投票中だし。そうだね。タカラっつったら、俺タカラが多かったら髪の毛めっちゃ切ろうかな。あ、真似した方がいいかもしれない。ちょっと俺一番最下位だったら俺もちょっと髪の毛切ようかな。いやー、めっちゃ髪型叩かれてる。タカラはもう少し落ち着いたろ。だって俺タカラのさ、その髪型にするんだったら俺多分アイロンだけにするもん。あー、まあそう、それは間違いない。でも顔周りだけスプレーみたいなさ、前髪とか。はいはい。お、これ、お、ちょっと緊張する、これマジで。え、俺、待って、ちょっと見ていい、俺とタカラ一緒や。俺とタカラ一緒や。グイ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 、よしこいグイ。乾杯しんさやな。乾杯。お前だよ。乾杯だよ。やばくない？俺とタカラ一緒なんだけど。グーッとグッとグッと、どうだい、まっぷーです。シャークユー。やっぱタカラとレオンってあれでしょ、兄弟だったんだ。兄弟。あ、今度こっち、今度こっちじゃない、今度こっちじゃない。ジッパー、ジッパー、40、40か。そう、やばくない？どうしたの？ルキと一緒か、やだな。そんな嫌がるの、やめてくださいよ、もう。ルキの髪型かっこいいんだね、じゃあね。ありがとうございます。
今日一日ちょっとテンション上がんないわ俺。レオンとだからお揃いなんだろうね。いや本当にことなんでね。はい、シェフどうぞ。どうぞ。どうぞ。誰がなんと言おうが、俺がお前を幸せにする。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクイケメンばっかじゃん。イオンインク。顔ピアス開けたことないです。で耳しか開けてないです。髪型不潔。ヘアメ行った方がいいですか。お金かかるんであんま行きたくないですね。何言ってもどうして、めんどくさいですね。シーム開けた。シーム開けていい。開けていいんか。いいっすよ。ね、めっちゃ戦いどうしたたから。いや、本当神業だったから。貧乏人って書かれてるよ。貧乏人。早め行けよ。だから不潔と個性的な髪型だね。言ってやるよ。こんな書かれてんのは言ったり言ったり。負けちゃう。はい。この中指とあとあじゃあのグーグーってやってで中指を立てて左手でアップする。こうやって。アップする。アップでいきます。アップでいく。はい。まず。めっちゃめっちゃこの状態で。もスタッフさんも照られてきたからね。照られてきたからね。みんな書かれてんだから。いやコメントでね、すんごい髪型叩かれてるんで、まあ次、まあ、ヘアメイ行こうかなって思ってますよ。おお結構弱気だね。弱気だね今回。からのでも中指立つじゃん。毎回行かないですヘアメイは。中指立つじゃん。おおおこれね。あと見えてない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 。ファッキュー。はい中指。はい。ファッキュー。ファッキュー。いいね。ヘアメイク、ヘアメイクってニコ生の人に感想だわ。本当に。ヘアメイク。そうですね。そして、ヘアメイク。してくれますね。そしてそれと同一の俺はヘアメイク買えます。お金払ってる。しかもめっちゃお金払ってる人と払ってない。一緒なんで。前の方が貧乏人だろって言ったらはい。お前の方はさ、全然貧乏人じゃねえの。かっこいい。本当にいいね。いいな。いいね、本当に。俺は続けますね。俺、金持ってんだけど。多分相当多分指名したいなって多分。
思われてるから。顔面ピアスだらけ。俺の方が金持ってるよ。俺の方が全然金持ってるよ。お前らより。お前らよりね、全然。だから、なめんじゃねえよ。最後アクセント強いね。最後のアクセント強いね、マジで。なんか怪しそうな、小学校の時からなんか、あれそう、なんか障害者教室にいた教室桜が来たから、あ、踊らっけない。どこだ、桜が来たでしょ。絶対桜が来たでしょ。俺青空、青空だった。俺青空だった、俺。まあ、タンポポですよ、絶対。タンポポ。お前、梅梅梅梅梅。いくらもらってるの聞かれてるわ。はい、はい、いっちゃおっ。ほら、みんな気になってるよ、お前。ほら、ほら、みんなだってさ、ほら、あれだよ。みんな、お前らの、俺のは金持ってるって言ったからさ、いくら持ってるの聞いてるよ、ほら。俺、月100万もらってるよ。うわー、かっこいい。だからか、ダイヤモンドの黒髪してるの。いいねいいね、ほら、ほら、これいくらだったの、これ。これだったの、これいくら、100万もらってるでしょ、これいくら。これ80万っす。おー、かっこいい。すげえ。80万いいっすね。80万いいっすね。いや、やめけつけてる。なのにやめけつけてる。めっちゃ正論言われてるじゃないですか。はい、やめに行かない理由。いや、めんどくさいっす。ケチ、めっちゃケチ。ケチケチケチ。いいね。部屋面するんだったら、いや、なんか、なんていうか、それだけ早く出勤しないといけないから。それ言うと100万見せてじゃん。100万見せて。100万見せてって書かれてるよ。どうぞ、100万。コメント面白いっすね。コメントもろいな。器小さ。あのね、多分書いてるとセンスあるわ。コメントセンスありますよね。面白いっすね。言ったよ、ほんとに。こんだけ書かれてんだよ。いや、全然。見せる義理はない。かっこいい。見せる義理はない。かっこいい。見せたくない。持ってないんじゃなくて、見せる義理がないよ。よいしょー。あ、でも、共感してくれてる人いるよ。早く起きるのだるい。でも確かに、結構早起きしていかなきゃいけないですからね。そうですね。もう結構早起きしてる。だってさ、部屋名自体よりも何時間前に起きる？見せてほしいとも思わない。うさちっさいのじゃん。うさちっさいのに。うん。誰よりも今日は。もう言った方がいいよ。もう言った方がいいよ、これで。さらけ大好きやん。大好きやん。大好きじゃん、今日。だからのおかげでコメント増えました。ありがとうございます。え、今日1500ぐらい行きたくない？でも行けない。残り10分だから行けないんだ。行けないかな。みんな、あいうえお、あいうえおしか書かなくていい。めっちゃコメントする。いっぱいコメント増えれば。思いっきりやらないよ。宝パワー、宝パワー注入って。はい、言ってみて。宝パワー注入ってやって。宝パワー注入。ちょっとポーズもやったよ。じゃあ、宝くんね、指名する人募集中なんで。彼は1時間1万2000円ぐらいで彼と喋れるんで、1万2000円で宝くんの横に座れます。全然頼む。絶対指名したくない。じゃあ、もっと自信持たないと。じゃあ、ちょっとあだ、ルキと俺も全然、自信持たない、自信持たない。指名してもらったら、どう？タライトカロリー、カロリーがいい。はい、自分のこと、自分のことかっこいいってね。カロリー間違いないカロリーですね。はい、自分のことはホスター、ちょっとでもかっこいいと思ってるから、ホスターやってるよね。いや、全然、ナルシストです。でも、自分は、ね、売れるかなと思ってみんなホスターやるわけだもんね。最初から売れないと思ってさ、やるホスターなんていないよね。皆さん、ご存知ですね。多分、結構だって、ホスターやってない人、みんな自分のことかっこいいと思ってるから。そうだよ、それは間違いないと思う。それは間違いないと思う。じゃなかったら、ホスターやんねえわ、みたいな。そう。どんな感じで、やっぱ。そのグラさん、どこで買ったの？どこで？うん。教えねえよ。お前に教えるか。強めだね。強めだね。てめえらに教える価値ねえよ、バーロー。いやね、てめえらに教える筋合いじゃない。教える必要ない。言葉忘れたね、今。パリピポーつって。え？パリピポー。パリピポー。ピポピポー。カモンベベーつって。カモンベベー。ベベベベ。また1週間後にやめちゃってると思う。もしかしたらね。もしかしたら多分俺すごい嫌われてる。今後のナンバーラストが楽しみだね。誰なら多分ユニバースの人でね。ぶっちゃけじゃあ売り上げ今さ、売り上げ
今月誰なら勝てる？誰が出るか。言っちゃう。言っちゃう。誰が勝てる？俺、レオンさんには。いいね。よいしょ。やばいっすね。俺に勝てるらしいんだ。え、なんか言ってるよ。はい。え？なんか言ってるよだから。俺言ってるよレオン。すごいな。え、めちゃくちゃ。こんな感じでレオン。え、何が？何が放送してなかったじゃん。右手が止まる。今月僕の勝てるらしいんで、今月終わったら見といてください。レオン負けないよ。かかってこいよレオン。オラオラじゃねえわ。めっちゃオラオラじゃない。いや全然。いやでもさすがにね、100万稼いでる男は違うわ。言うことがあいつそれ気にするね。気にするね。カンブジン余裕だわ。もっとでかい声でやる。もっとでかい。はい。カンブジン余裕だわ。おいしょ。え、今日今月セナ君には勝てる？余裕？全然余裕です。全然余裕で勝てるらしいです。セナ君には。今日の営業終わり喧嘩ゲーム。ゲーム。片方が一人ずつ喧嘩してでゲームしない。あのすごいなんかあのルキ君がものすごい謙虚すぎてびっくりする。このさでもやばい。でも最後に一言じゃあぶっちゃけじゃあもうまあじゃあまとめるとして最後に一言じゃあ何を言いたい？何を言いたい？じゃあホスト全力で頑張ります。よいしょー。宝100万何に使ってるの？ぶっちゃけじゃあ最後の最後何が言いたい？はい。誰ならじゃあぶっちゃけじゃ今キャスターで誰なら勝てると思う？誰なら、うん、ぶっちゃけもう最後の最後でもうガチな意見として、うん、誰？瀬名さんっす。え？瀬名さんっすね。どういうことやばいっすね。喧嘩ゲームしたいんだけど。喧嘩ゲームしたいんだけど。俺らもいつまでも負けるらしいんで。しかもかコメントでそれを聞いて俺ら2万ケースで下ろしてくれるらしいんで。タレをあざすって感じだよ。次お店で自分のこと一番かっこいいと思ってる？全然思ってますね。お前歯磨きした今日。息臭くない？めっちゃ息臭いじゃん。やばい、絶対歯磨いてない。じゃあルッキー聞いてみよう。ないですね。ルッキーはさ、ルッキーも今月誰だったら勝てそう？誰だった？いやでも、僕新人の人に負けたくないんですよ。負けず嫌いなんで。あ、でも僕宝くんには負けないです。負けないです。じゃあ宝は誰に負けない？宝には誰に負けない？僕レオンさんには負けないです。そうなったらここに負けないのになっちゃうじゃないですか。僕がやばい。今月多分もしかしたらナンバーがもう誰よ言う、誰よ言う、誰よ言う。絶対勘です。あ、そうだ。あ、まだ告知してないですよね。ゴリラレオン。やばいんだよね。ということで、20日ね、20日、今週20日、1時間1万円飲み放題イベント、運動会バージョンで、体操着、ブルマか体操着か、ジャージかセットアップの多分どれかが、で、お出迎えするんで、来てください、クラブユニバースです。よいしょ。来月は？ボッキリね、ボッキリ。そして来月は？来月はなんと、僕のバースデーが、10月25日に僕のバースデーで、11日に、レイカのバースデーなんで、来てください。よろしくお願いします。ぜひ、僕のバースデーに宝くんに歯磨きをみんなプレゼントしてください。よろしくお願いします。歯磨きしてます、待ってるよ。お願いします、待ってるよ、待ってるよ。歯磨きしてませんって言ってみて。待ってるよ。歯磨きしてんだって、失礼なやつだから。待って待って、やばいっすね。そぬいてビクビクしてては掴めないような宝、歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組は
ロランのスポンサーも提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。